ママディ・ケータは、ギニアのジャンベ奏者。キング・オブ・マンディカやジャンベ・フォラと称される。バラン・デューク出身。王族の家系出身。7歳から、ジャンベの演奏をはじめ頭角を表し、14歳には、早くもギニア国立ジョリバ武藤団にスカウトを受けた。その後は武藤団の主席ジャンベ奏者として、各国を回り、演奏を行った。1991年には、 ロランシュバリエ監督により、フランスとギニアの共同映画、ジムベフォラが公開され、日本では、ジャンベフォラ聖なる奇境の放題で公開された。1994年の夏には演奏グループの世話、カンと共に日本ツアーを行った。その際に、鹿児島県の三島村を訪れ、地元の子供たちと交流を行ったのをきっかけに、関係を持つことになる。2004年には、 アジア発のジャンベスクール、三島、ジャンベスクールを洋島に開校したほか、2005年の愛、地球博では、地元の子供たちが演奏を行った。2021年6月21日、心臓病の合併症で死去。AB ママディ・ケータ2003ツアーハット AB、ジャンベスクール。鹿児島県三島村。 2021年6月25日閲覧。A.B. 西アフリカの民族楽器、ジャンベの世界的奏者ママディ・ケータさん主教71歳、ギニア出身、鹿児島、三島村と長く交流。南日本新聞社。https コロンスラッシュスラッシュ 373news.com スラッシュニュース ストーリードイコール139,1872020年6月25日、閲覧。ママディユールプロフィール。ありがとうございます。